問題1、河川の言葉はひらがなでどう書きますか？ 1、2、3、4 から一番いいものを一つ選んでください。 If this video helped you to learn Japanese, please subscribe and give me a thumbs up to make more videos like this. さあ、始めましょう。本屋はどこですか？本屋はどこですか？天気。今日は天気がいいです。今日は天気がいいです。急ぎ。時間がありませんから急ぎましょう。時間がありませんから急ぎましょう。何時。今何時ですか？今何時ですか？音楽。音楽を聴きながら勉強します。音楽を聴きながら勉強します。黒い。黒いカバンを買いました。黒いカバンを買いました。太い。このペンは太いです。このペンは太いです。世話。ペットの世話は大変です。ペットの世話は大変です。魚釣り。日曜日に魚釣りに行きます。日曜日に魚釣りに行きます。
会います。明日友達に会います。明日友達に会います。問題に、下線の言葉はどう書きますか？ 1,2,3,4 から一番いいものを一つ選んでください。木曜日。今日は木曜日です。開けて。窓を開けてください。待っています。友達を待っています。新しい。このシャツは新しいです。会社。毎朝8時に会社に行きます。犬。猫より犬が好きです。目。私の姉は目が大きいです。飲みます。毎晩お酒を飲みます。楽しい。日本語の授業は楽しいです。
高い高い。この時計はとても高いです。この時計はとても高いです。問題3、カッコに何を入れますか。 1,2,3,4 から一番いいものを一つ選んでください。魚魚魚を焼いてください。魚を焼いてください。浴びました。浴びました。寝る前にシャワーを浴びました。寝る前にシャワーを浴びました。閉めて閉めて。寒いのでドアを閉めてください。寒いのでドアを閉めてください。もうもう、ワインはもう飲んでしまいました。ワインはもう飲んでしまいました。ぜひ、ぜひ。明日のパーティーにぜひ来てください。明日のパーティーにぜひ来てください。引いた、引いた。風邪をひいたので学校を休みました。風邪をひいたので学校を休みました。高い、高い。私の兄は背が高いです。私の兄は背が高いです。上手に、上手に。日本語が上手に話せるようになりたいです。日本語が上手に話せるようになりたいです。磨いて、磨いて。食事の後は歯を磨いてください。食事の後は歯を磨いてください。
もう疲れたのでもう歩けません。疲れたのでもう歩けません。皆さん、よくできました。次の JLPT に向けて頑張りましょう。 Thank you for watching. Hope this video helped you to learn Japanese. Please subscribe and give like on this video. I would love to get your comment and question too. See you in the next video. 継続は力なり。